どうも、アルガです。今日はこちら、ロールケーキ。はい。ロールケーキの生地なんですけど、僕なりに考えたちょっと変わった生地の焼き方をするんで、ぜひ楽しみに待っててくださいね。まずは皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。では行ってみましょう。では、鉄板に紙を用意していきます。鉄板のサイズは、ハチドリサイズですね。それを2枚重ねてあります。で、紙は、一回り大きいやつですね。これも2枚用意してあります。これを当てていきます。はい、4つ角の角はこんな感じですね。折ってあります。で、紙を2枚重ねる理由は、後で生地が鉄板にこうくっつかないでスッと取れるように2枚重ねてるのと、あとは下火を柔らかくするために2枚入れてます。鉄板2枚入れてるのも下火を柔らかくするためです。はい、鉄板は4枚できました。ハチドリ4枚分ですね。では材料ですね。まずは卵、もう卵白と卵黄に分けてあります。で、卵白には卵黄が入らないようにきれいに割ってくださいね。で、卵白、卵黄、それから砂糖ですね。この砂糖は全部卵白に入れちゃいます。で、グラニュー糖、トレハロース、それから乾燥卵白が入って、手で1回混ぜてあります。で、こっちは小麦粉、薄力粉ですね。宝笠、これはボウルに入れておきます。ちょっと変わった作り方をするので、こっちはボウルに入れておいてください。で、この油関係ですね。こっちはサラダ油と牛乳、それから濃縮牛乳っていう高梨さんのやつを使ってます。固形物質が、乳固形物質が多い、牛乳みたいな感じです。まあ、生クリームとかで代用でもまあいけるとは思いますが。で、これを3つ合わせてちょっと人肌ぐらいに温めておきます。はい、では作っていきますね。まず小麦粉、ちょっとダスターを下に敷いてね、混ぜやすいようにして、小麦粉にさっきの油ですね、これを少し入れていきます。サラダ油、牛乳、濃縮牛乳が入ったものを、まあ、ちょっと半分ぐらい入れます。で、ここでしっかり混ぜます。はい、で、よく混ざったら残りの牛乳の半分を入れます。よし。で、ここもしっかり混ぜます。はい、混ざったら最後全部入れます。まあ、3回ぐらいに分けて入れましょう。ここでしっかり混ぜます。はい、混ざったら次は卵黄ですね。はい、卵黄もしっかり混ぜましょう。はい、出来上がりです。はい、次は卵白の準備ですね。卵白を大きい20コートのミキサーに入れます。で、グラニュー糖、乾燥卵白、トレハロースが入った砂糖を入れます。全部1回で入れちゃいます。で、そしたらハンドブレンダーで、はい、混ざりました。乾燥卵白のダマがね、ないようにしっかりブレンダーで混ぜてください。先ほどのベースもブレンダーでよく混ぜていきます。それでは卵白を温めていきます。はい、直火ですね。で、30から34度ぐらいの間まで
結構温めちゃいます。最初から砂糖を入れてるんで気泡性を増すために温めて、それで回します。ではブレンダーにかけて滑らかになったこっちのベースの方もね、火にかけて温めていきます。で火はね、直火なんですけど、直火の場合は極小の火 で湯煎でもいいと思います。で32度ぐらいに温めるんですけど、その途中で絶対焦げないように気をつけてください。もう卵黄が入ってるんでね、固化しやすいですから気をつけましょう。それでは32度にね、温まったんで立てていきます。で中速でできるだけ早すぎず遅すぎず、ちょっとね遅めに立てていきます。それで最初から砂糖入れてる気泡性がね抑えられてる分、時間をかけて今度ゆっくり泡立っていくことでかさが出ますんで、これは全部中速で立てていきます。はい、しっかり泡立ってきました。でしっかり泡立ってきたら、ここで速度を上げていきます。ちょっとだけ仕上げです。はい、しっかり傘も出てね、このぐらいしっかり立てた状態ですね。よし、そしたら32度ぐらいに温めたこのベースを1回で入れちゃいます。そしたらホイッパーで混ぜていきます。はい、ここで卵白のダマがなくなったらゴムベラに持ち替えます。そこにさっきのベースが沈んでる可能性があるので、下から持ち上げるように。でこの時に生地が冷たくなってちゃダメですね。はい、こんな感じですね。よし、それではカードで乗していきます。ちょっとねテーブル広くして乗すものをねくるくる回すんで、乗しやすいようにポジション取ってくださいね。で今グラムは測ってないで振り分けたんで、乗しながら厚みを感じながらね、厚いところから薄いところへ振り分けてください。それではオーブンに入れていきたいと思います。165度で12分、でダンパーを開けて風は2で焼いてます。風は要は中ですね。で12分焼いた後に電池して10分、でその後風の風力を強くして5分ぐらいですね。結構実は時間長く入るんですが、今の技法でやると乾きにくくて割としっとりしたスポンジが焼けると思います。はい、
では天地します。はい、では焼けました。焼けたらすぐ網に取ります。で、下の紙だけ取って周りを剥ぎます。はい、こんな状態ですね。ちょっとショックを与えて、では生クリーム立てていきます。泡立てる前にさっき入れたグラニュー糖とマスカルポーネをよく混ぜてから泡立てましょう。はい、では焼いて冷ました生地です。冷ました生地をひっくり返して剥がします。で、ちょっと紙をね、こっち側に寄せて、ここから巻くんですけど、寄せて2つ生地持ってよっ、ちょっとここにスペース開けといた方が、こっちスペースなくてスペース開けといた方が巻きやすいです。後で、ではクリームをのして巻いていきます。1個265gぐらいですね。はい、ではビンケルパレットで、セルパレットでのしていきます。で、のすときに手前がこうですね、手前は薄くで、ここはちょっと厚くで、ここがまた薄くみたいな感じです。はい、そしたら物差しで、物差しと手前の紙両方持って、最初はちっちゃく9こうですね、芯を作ります。キュッキュッキュッとね。で、手前に引っ張ってきて、これをゴロ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 、で、紙をキュッと、下の紙を押さえてキュッキュッキュッ、はい、こんな感じ。この巻き終わりを真ん中にしてギュッと形を作りましょう。
ではロールケーキをカットしていきます。巻いたらちょっと冷蔵庫で冷やしてくださいね。包丁は波刃で温めて切ります。はい、いかがでしたか。今日はロールケーキの、仕込みでしたね。うちのちょっとね変わった仕込み方で、まず粉に、油とかね牛乳とかを吸わせて、それからメレンゲを合わせて浮かせていくっていう方法ですね。これあのこちらのねコンベクションオーブン、風で対流するオーブンで焼いても割としっとり揚がるような、作り方になってますんで、コンベクションオーブンをお持ちの方はぜひ試しにやってみてください。ではまた。